難しいじゃない。すごい難しい。これこの文章読むときすごい苦労した。But the sense of respite is overdone。リスパイドってのはね、小休止、休息、病気の症候。だから小休止。The sense of respite。Overdone っていうのはね、やりすぎ。ヘトヘトになる。これはどういう意味？これ前後読まなくてもこの文章で意味通じるんだけど。The sense of respite is overdone。じゃあ次読んでみようか。Mr. Snack has good qualities, but many flaws. スナック氏はいいクオリティだから品質っていうか品まあなんていうかな人間の場合、まあ、品質だよね。で だけど多くの欠点がある。But sense of respite is overdone.リスパイトって休息。ああなるほど。スナフになってよかったよかったって褒めたたえすぎるのは安心しすぎるのはやりすぎだとかそんな意味ですか。ああそうそう、さすが、うん、さすが。そういう評価なんですね、スナフって。その休息感は行き過ぎている。ああなるほど。なんかごめんなさい、ちょっと雑談で、ゴールドマンサックスでしたよね、確か。あ、違いましたっけ、なんか、ペッチファードが。あ、そう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 。彼、スナックはね、うん。すみません。たぶん。普通型の人間でバリバリのなんか経歴で。あ、そう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 。あ、なんか、マーケットに対峙するのにあたって最適解だから選ばれたのかなと思ってたんですけど、なんか、いや、今度、乱攻撃してたじゃないですか、当時、むちゃくちゃ。うん。狙われて投機筋に。でだからなんか金融型の人を立てて収束に向かわせるのかなって勝手に思ってたんですけど、だから最適解なのかなって思ったんですけど。いやそうじゃないね、やっぱりね。この中で今日そこまでたどり着くかどうか分かんないけど、はい、要するにトラスにしても誰がなってもね、はい、今のイギリスってねやっぱり問題いっぱい持っててさ、はい、ディープなとこにね、深いとこに、はい、で誰がやってもね解決できないような課題がいっぱいある。でスナックはたまたま彼は優秀だけども、そういうふうに首相にしたんだけども、この記事はねスナックでもトラスでも誰でもできないことに対してチャレンジしようということをしてるんだよねというような、そんな記事なんだ。ああそういうことなんですね、なるほど。でだからスナック has good qualities but many flaws。 flaws ってのはその次に言ってることでね、The conservatives know they need to unite but remain fractious。 この fractious って不安定で、コンサバティブって保守派。保守派が知ってるのは統一党が統一しなする必要があるんだけれども、不安定である、 remain fractious。 だから統一党がね意見が統一してないんですよ。ね、で、The relief is also damning。 安堵感というのはまたまあどうしようもない状況だと。安堵感というのはここで言ってる一番頭のこの一緒ね、安堵感というのはね、はい、スタビリティはじゃこっちだ、 Reason to be cheerful a scant。 安堵感はまだ全然ダメだって言ってるんですよ。ダムニングってダメだ、安堵感もまたダメだって言ってるんですよね。それでコンペテンス ought to be a given not ambition。 はい、この意味はコンペテンス ought to be a given not ambition。能力は本当に、あ、ギブン。オートギブンなんてはアンビション。アンビションって分かんない？アンビションはね、野心。
幸せに。こう念願とか熱望、野望、目標、野心、野心、成功願望。はい、この意味何でしょう。これもね難しいよね。義分ってのはね、既成の事実、既成の状況、既定の状況、既定の事実。スナフさんが大統領になることは既成の事実で野心ではないってことですか、彼の。そうだね。コンペテンスだよ。コンペテンスオートビギブン。コンペテンスっていうのは能力。能力は、なんだっけ、ギブンは既成の事実なんですよね。ああ、なるほど。あ、能力があることは既成の事実だけれども、野心がないってことですか。ん違う。違う違う。違う。野心がないじゃない。OK、正解、これ見てる。ここに書いてある。どこだ。有能であることは当然であり、野心的であってはならない。野心的であってはならない。有能であることは当然であり。どこだっけ？もうちょい下じゃないですか。もうちょい下ですね。あ、これだ。有能であることは当然であり、野心的であってはならない。コンペテンス。であることは当然、もっと。コンペテンス能力だ。有能であることは当然であり、野心的であってはならない。難しいよね。ああ、そういうことですね。なるほど。で、単語はね、一個一個引けば分かるんだけど、でも意味分かんない。Even if this government, even if his government provides stability, that is nowhere near enough. ソメヤ、これは？彼の、政府が安定したとしても、nowhere。それはまるで、まるで足りない。うん、そうだから、それだけでは不十分だってことですね。うん、そう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 。そう。十分とは言えない。おお、よくできたね。Productivity growth has disappointed for years。生産性の成長は何年も失望してきた。Britain is the only G7 economy still below pre-pandemic levels of output. イギリスは、生産出力のパンデミック前のレベルの以下、今依然として以下だ。というのが G7 経済の中で唯一イギリスだけが生産量のコロナ前のレベル以下だと。で、これは、構文上はちょっとね、Britain is the only G7 economy, still below, という文章になってる。だから、コロナ前の水準も依然として、依然としてコロナ前の水準である唯一の G7 の経済国だと、そういう訳なんだね。Impoverished expectations,Lead to a more impoverished country. Impoverished とは非常に貧乏な、粗末な、貧弱な。Impoverished expectation lead to a more impoverished country. はい、これはどういう意味ですか、染谷君。なんだろう、貧弱な期待はより貧弱な国になっ、国に導く。あ、そうそう。インポバリッシュのでもなんか意味合いがちょっとあれなんですよ。
これグロースしてないってことか、プロダクティビティグロースが。うん、そうそう、だ新弱な期待だから成長しないというその前のプロダクティビティグロース、新弱な期待は新弱な国家により新弱な国家に導いていくという役になるね、うん、それ前の文章に引っ掛けてプロダクティビティグロース、プロダクティビティグロースっていうのは生産性、ん、生産性の成長、生産性の成長、プロダクティビティってのは生産、はいはいはい、え、それがプレパンデミックレベル、生産性、え、生産力、簡単に言うとあれですか、コロナから回復してないってことですか。回復してない、ここに書いてあるコロナ前以下だって、うんうん、だからここの生産、生産性のね成長、コロナ前以下だ。イギリスはだから日本と違ってね、やっぱりね保守的でね、なんていうかな、あのブレグジットには結構打撃が大きかったんだよね。でそれをやっぱり政府がね蓋しちゃってね、ブレグジットの欠点を蓋しちゃってんですよ。だから経済が停滞してんだ。だからどっちに転んでもジョンソンでもトラスでも大変なね解決できない課題を持ってる。ファンダメンタルであのブレグジットで代入受けてるから。だからインポバリシュエクスペクテーション。だこの書いてる人はねものすごく教養の高い人でね、英語ね、英語はね、あの英単語はとんでもなくね、英単語じゃないね、なんていうのかな、文章がね極めてねあの難しいんですね、難しい。あれ2と3逆になっちゃった。